僕新年早々いろいろ調べてたんですよ。なんか今年のニュースとかないかなとか見てたらね、ちょっととあるものが売られてるらしいんですよ。これちょっととんでもない、いけないってことで僕調べてきたんよ。許せねえなマジで。こういう感じであなたが喜ぶ推し福袋売られてるんだよ。これマジで許せない。勝手にね、僕のね福袋をね売られてね、コロンくんのなんとかが出ましたみたいな、買ってきたみたいなねツイートで言われてたんで、みたいな、僕のなんか手袋売ってんのみたいな。これね、なんか売られてるからさ、許せない。僕の買ったやついる？これあなたが喜ぶ推し福袋、僕の何が売ってんのこれ福袋で20万円ぐらいした。嘘つけよ、僕無料で買えたんだけど。マジかよ、僕だけの特権かな。20万しないでしょ、無料だったよ。コロンくんのキスとか売ってる？それ許せないな、それは許せない。僕のキスとか売られてんの？どうなってんの？どこなんかラップとかしてあんのかね。いつ僕販売したんや、そんな。マジかよ。名前を入れたらね、もうグッズがね出るんですよ。推しの名前のグッズ、コロン選択すると出てくるらしいの。買ってみていい？僕も。僕の場合なんか無料だったんよな。みんな20万ぐらいかかったの。みんな20万ぐらい。マジかよ、高すぎない？それは僕無料だったよ。買っちゃっていいかな、いいっすか？4000円だった。マジ結構リアルな数字いくねそれ。じゃあちょっと推しの福袋購入しよう。見ます。いや、高いおい、後で請求くんだけど、これ。どういうことだ、無料って聞いたのこれ請求くん、後からリボやったの？マジかよ。高いんだけど、8109円だった。なかなかの価格。見る、一つ一つ、僕の福袋。一つ一つ中身。コロンの薄い方。何言ってんだよ。コロンの薄い方、何言ってんだよ、それ。なんだろうね。その薄い、何が薄いんやろうね。単行本みたいな。アルバムかなみたいな感じの特典のやつかな。薄い本売ってるらしい、僕の。マジかよ。まあ、薄いからね、多分に、まあ、ダメだね。誰が許可した、お前。なんで売ってんだよ。なんで僕の際どいビデオ売ってんだよ。どこで際どいシーン流したんや。どこのシーンそれ、めっちゃ気になるんだけど。それ買いたいな。逆に。調査したいわ。それ消させたい、それ。ダメだよって。際どいビデオ売ってんだけど、僕の。ちょっとやめて。これね。あ、コロンが着てた体操服。めっちゃ持ってるな。それだったら。何回着てんのそれ。みんなにあげるんでしょ。これ僕だけしかもらえないやつやったらあれだけど。コロンが着てた体操服って。まあ、リアルにリスナーさん欲しいやつですね。僕ゲットしちゃった。ありがとうございます。これ売るときは8000円以上で売るかもしんない、もしかしたら。あー、来た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 。コロンのパンツ。で、なんで毎回僕が着て、外したのを発想してんだろう。絶対普通のパンツでもあるかもしんないやん。コロンって言ってるだけ言おうかなみたいな。そういう感じなのかね。コロンのパンツ売ってた。ちゃんと許可得て、僕に。なんで許可なしにこれ8100円で売ってんの。で、あと、一番おもろいの来た、一番おもろいの。これ最後なんだけど。コロンのおっぱいタッチ券。許可してない。なんで勝手に、もう違うじゃん。男。僕男。なんなのこれ。ダメでしょ。なんで、誰が許可したのこのおっぱいタッチ券。触んないこれ高い、これ一番高いやろ。なんなら8000円で収めんなお前。これ作ってるやつ20万ぐらいしろよ。これ僕のおっぱいなんだと思ってんだこいつ。コロンのおっぱいタッチ券もらった。これだけで8000円の価値あるでしょ。もうちょっと自分の価値高めてこう。こういう感じでね、ちょっと売られたんよ。悲しい。8109円で税込み。どこで売られてるかはちょっと企業秘密なんですけど、これね、ちなみにメンバーのも売られてる。これ許せないマジで。メンバーのも、売られてるんよ。絶対にね、これはね、ゆうさん、僕より逆に安くあれ。僕より安くあれ、ほんとに。ひどいね。じゃあ行きますか。さとみくん行く？さとみくん。あー、来た。ちょっと待って、めっちゃ高いんだけど！こんなさっきの商品と違うので売ってんの？なにこれ？めちゃめちゃ高いよ、さとみくんの。あ、でも商品がまた違うからか。236543円。ごまか。買うやついなくねえか、逆に。そこまで高いと買わないでしょ。いや、でもわかんない。内容にもよるかもしれない。内容にもね。メンバーの中でこれ1位来たかな？僕のなんなら23倍で売ってるよ。24倍ぐらいか。あー、でもこれレアだね。中身、ちょっと中身見てきますか。中身何があるかというと、意外とね、これは実用性ね。なんか使ってもいいし、普通に欲しいやつも売ってる。さとみくんが履いてたスニーカー。スニーカーか。これはね、ちょっとね、普通に欲しいね。アンティークありそう。リスナーからしたらちょっと欲しいのあるね、これね。レアですね。さとみの飲みかけペットボトル。あー、ちょっとファンファンにはたまらない。そこに殻だったらあれだけど、どうせ飲みかけってことはちょっと残ってるってことでしょ。うわー、ちょっとたまらないかもしれないね、それね。飲んじゃう子もいるんじゃないの、もしかして。どうすんだろう。まあ、23万で売ってる価値あるかもしんない。里見ポスター、まあ、どういうのかにもよる。普通のストプリの公式に出てるポスターで23万やったら高いな。まあこの2つの2個が大きいからね、それはそうなるかもしれないけど、ちょっとあれだな、コスパよくしてきたな。カモフラージュしてきたポスター。あとはですね、あ、里見の毛。あ、まあどこの毛にかもよるね、これはね。里見くんのどこの毛なんだろうな。髪の毛かな、鼻毛かな、どっちなんだろうね。全部それともセットでついてくるのがね。最後はまあ僕と同じですね。パンツはなんかお墨付きなんだろうね。でも23万6543円って売らないだろう。飲みかけのペットボトルはちょっとやだな。ちょっと高いな。リーヌくんいっちゃっていいっすか、リーヌくん。じゃあちょっと2600円で売ってんの。最安値で売られてます。リーヌくんの価値ないね、これ。どうしよう、これ。2600円で売られてる、これ。買っちゃ売り切れちゃうよ。お買い得すぎでしょ。2600円で売ってんの。得だな、これ。リーヌ福袋な、中身次第ね、中身次第。もしかしたらリーヌくんの空気とか言ってたら、もしかしたら2600円ぐらいで売ってるかもしんない。空気だけみたいなね。リーヌくんが吐いた空気みたいな。で本当かどうかもちょっとわからないやつね。ああ、そう、ほら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 、それっぽいの売られてるよ。だからか、これ。だからか。リーヌのぬくもりはな、さすがになんかだって入ってるのっていう感じだよね。何ぬくもりって。その袋に入ってるの。絶対もう届いてる時はね、冷めてるよね、そのぬくもり。この時期だしなおさら冷めてるよ。何のぬくもりなんやろ。リーヌの際どいビデオ。なんか犬と戯れてるやつなのかな。際どいね、それはね。犬と戯れてるのはさすがにやらしすぎやろ。ちょっとダメだな。なんで売られてんの、2000円で。え、このポラって何？ポラロイド。あー、なんか写真か。3入りね。あー、なるほどね。え、これめっちゃいいじゃん。これめっちゃいいじゃん。なんで2600円で売られてんの。これ許せないな。買いたい人は買いたいでしょ。安っ。リーヌくん安すぎない？そして履いていたスニーカー来ました。これもね、欲しいね。スニーカー見たことないんだよな、リーヌくん。売ってんのかな。リーヌくんスニーカー履いてるところ見たことないんだけど、めっちゃ欲しい。欲しいんだ、みんなは。厚底、厚底しかないもんね。見たことない。僕も厚底しか見たことないわ。これもう全部なんかあれなんじゃないの、写真とかで送られてくんじゃないの。それが2600円で売ってる。飲みかけのペットボトルもあんだぜ。さとみくん23万とかだったのに、リーヌくんなんで2600円ってなるのって。飲みかけのペットボトルの写真とかでしょ。これでもね、リーヌくん推しは欲しいんじゃないこれね。さすがにこれは全部偽物。そんなことないよ。2600円でね、やっぱ学生にも優しい値段の価格で売らないといけないかなと思って、このね運営さんはねしてくれたんでしょうね。続きまして、ナーくんいくか。ナーくん、はい、来た。うわ、高え。これはでもね、商品ね、砂糖だね。ちょっと待って待って待って、今は7000円。いやでもさとみくんの方が高いんだよな。高い。でもね、これはね、わかる。この22万はナーくんのはね、一つねやばいの入ってるよ。まずは T シャツね。あ、7盛り T シャツ。普通に公式とかで売ってそうな7盛り T シャツ。まあこれはまあなんかあるかなっていう。3入りポラね。いや、これもわかるんよ。あー、まあなんか出たら嬉しいなみたいな。出たら嬉しい感あるね。そういやでもね、まだ目玉商品あるんすよ、うちには。うちにはまだ目玉商品があって、この2つが2強すぎる。これだけでもう10万以上の価値あるんじゃないかなっていう。7盛りの手作り弁当届いた時にはでも腐ってんだよね、それね。いやでもこれはでもちょっと推しだったら、まあ、価値はあるんじゃないかなっていう。なんなら10万でも払えますよっていう人はいるね、ワンチャンね。これはね食べたいね。作ってく、だって1人じゃない？ 150 万人ぐらいに作られてんだったら話は別やけど。でも最後に一つだけもう化け物級があるよ。化け物級、はるかにいいやつがあるよ。これはねやばい7盛りと1回キスできるけん。これずるいでしょ、これ。これはさすがに買うでしょ。そんなちょ、レベル違うやつ出てきたよ。1回キスできんの？ダメでしょ。22万じゃダメでしょ。100万ぐらい払っちゃってもいい感じするよ、これ。ファンだったらね。やばいやばいやばい。1回できるのな、くんと。それは何？何分間でもいいのみたいな。ルートくんいくか。ルートくん、ルートくんだ。なんだろうな、金属バットとかかな。ルートの金属バットとか福袋買うこれはひどいわ。ここれはひどい。これはね、いろんな意味でね、商品で当ててほしい、みんなが。値段を。この商品やったら、まあ、これぐらいだな、みたいな。ちょっとね、当てよう。ナイナイのさ、あるじゃん。最近、交代しちゃったやつ。ナイナイのゴチだ、ゴチ。はい、こう、もう当ててください。ナイナイのゴチです、これは。ルート福袋の値段を当てましょうのコーナー。いきますよ。T シャツ。まあ、お決まりですね、T シャツは。あれ、ルートくんの T シャツやったらね、なんだろうな、ずっと昔から売ってたやつの、2、3年前ぐらいのやつだったら、まあ、3万、4万してもおかしくない。ルート T シャツ。そして、いや、これね、際どいビデオだよ。何が際どいんだろうね、これね。何が際どいんやろ。人を殴ってるとかやったらさすがに際どいね。それ見せられないね。ね、暴力系やったらちょっとやばいかもしれないね。これ際どいわ。ね、ランダムやから3000円ぐらいかなっていう感じがする。ルートフィギュアですよ。フィギュア。フィギュアやったら、まあ、公式ぐらいで言ったら、まあ、3000円、4000円、5000円ぐらいの中なんじゃないかな。まあ、サイズにもよるし、いろんな面にもよるけれども、まあ、そんぐらいだよね。今全部合わせると、まあ、T シャツのプレミア感が、まあ、あるとしたら、まあ、3万円ぐらいで、ないとしたら、まあ、1万円ぐらいかな。はい、そして、スニーカーです。これはね、ルートくんファッションセンスはめちゃめちゃいいから、これはね、だいぶね、オークションにしたら高いと思う。僕は、まあ、6万ぐらいいっちゃうんじゃないかなと。履いてただしね。さらに履いてたやから、もう8万ぐらいはいってもおかしくないんじゃないかなって。僕が売りつけるんやったらそうだね。そしてこれ一番の目玉商品でございますよ。さあ、これ、ルートが吹いたリコーダー。そう、もう間接的にこう、もう、チューしてるようなもんだからね。これ高すぎでしょ。ねえ、でも確信があるもん。ルートくんは、そのリレー放送中とかに、実際にもう吹いてるリコーダーっていうね、この配信の証明があるから、出会う高いよ。20万、10万は言ってもね、プレミアついておかしくないんじゃないかなと思いますけどね、僕はね。はい。この全部の価格を見て、皆さんこれいくらやと思う？いくらや？ちょっと当てて。80万は見たことある。あ、マジ？じゃあワンチャンニアピー賞とか、ぴったり賞あるかもしんないよ。みんな高いね。じゃあ行きます。374円でございます。これね、全部合わせても、いや、もう一人か一つとかじゃないですね。お値段、大特価、もう374円。うまい棒30本買った方がいいんじゃないかと。374円。うまい棒が30本買えちゃう。逆に買わないよな。逆にこのルートくんの全部のこのちゃんと入ってるやつをね、見て、374円絶対嘘やんってなりそうだよね。まあなんならちょっとお金に余裕あるし、買ってみるかみたいな人も、なんかいそうな気するけど。絶対ないだろ、これ。1個も入ってないだろ。で、最後、ジェル君いっちゃっていいですか、ジェル君。ジェル君なんか高級そうなんだよな。ちょっとね、もう飽きたかなっていう値段来たね。ジェル君はもう見た、これも見たなっていう感じの来て、なんならちょっと商品見てみる？でもすごいな。めちゃめちゃ入ってる。この3行入ってんのに25万なの？ちょっと安くない？手作り弁当も、もういたせり尽くせりだよ、ジェル君。なーくんとルートくんのやつ全部入ってんのに、手作り弁当、吹いたリコーダー、ジェルと一回キスできるも入ってんだぜ。どうしたんだよ、これ。さらに、飲みかけのペットボトル。もうフルコンボで入ってるよ、これ。変わんないのはちょっと、切なくないか？ 100 万ぐらいしてもいいよ。さらに、他の人とは違う。もうね、これに至っては、もうだってそう、だって、どういうことって。ジェルと温泉旅行券あるのに、25万ないやろ。なんやねん、それ。ジェルくんと温泉旅行あんだよ。行くしかないでしょ。そう考えると安くない？ね、行きたいよね。だって、1日ずっとオールデートみたいなことでしょ、だって。もう誰よりも一番いい特典やん。なんでこれダメなの？ジェルくんはね、ちょっと開けなかったですね。いや、なんなら、最初に出せばよかったわ。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方はパソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、Twitter も毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。